はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。今日はこちらですね。カーズダブルループレーシングセットです。こちらはトイザらスで購入してきたものですね。輸入元がトイザらスになってるので、アメリカでは普通に売られてるものかもしれませんね。どういうものかというと、こういうやつですね。カーズのマックインとフランチェスコ・ベルヌーリ、これが入ってまして、このレールの上で発車することができるんだけど、このコントローラー、これを使って発車するんだよね。電動のレーシングカーみたいなやつですね。ずっと実は気になってたんだけど、トイザらスにしか売ってなかったので、Amazon に一応置いてあるけどさ、価格が高いのでトイザらスで買ってきました。ここ見ていただくと分かるんですけども、マックインとベルヌーリもうね出しちゃってます。はい、コースもですね全部組み立てておりますので、早速ですね遊んでみようか。はい、それがこちらでございますね。ここにマックインとベルヌーリがいますね。本当はですね、この道路の中央分離線、これのステッカーとかコースの側面のこの部分、ここにですね本当はステッカーをいっぱい貼らなきゃいけないんだけど、ちょっとね面倒くさくてやめました。大変そうだったからね、でやめました。それどういうコースかというと、こう走らせて一周回って、ここでねなんとくるっと一周するんだよね。これが斜めに回るんです。それでこっち行って、またここで一周でございますね。なかなかすごいダイナミックなコースだよね。それで戻ってくる。そうだね。マックインはこのような感じですね。よくできてるよね。で、すごいねやる気満ち溢れた顔をしてますね。顔っていうか目だね。頑張るぞって感じだよね。そうだね。タイヤはこんな感じです。後ろに、この部分、この金具の部分、これから通電して走るって感じかな。そしてこちらがフランチェスコ・ベルヌーリですね。これもいい目してるね。やるぞっていう目してるわ。でもいい感じだね。やっぱりベルヌーリとかの方がさ、レーシングタイプで速いから、こういうコースはいいかもね。ちなみにですね、こちらは単2電池3本で駆動しますね。ここがカバーになってて、開けるとですね単2電池入れられるようになっております。はい、これで OK だね。はい、OK です。はい、そしてこちらがコントローラーですね。ここのレバーを押すともうスタートしますね。まだ1回もやったことないので、これからですね早速やってみたいと思います。じゃあ発車してみようか。いきますよ、せーの。おお、コースアウトしちゃった。結構速いから、コースのなるほどね。コーナーの時はちょっと緩めて走り出して、1回転するときは速く走らないといけない。これ難しいね。難しい。難しい。すぐコースアウトしちゃうよ。はい、それでですね、だいぶ分かってきたので、やってみましょうか。いくよ。ちょっと待って、木が倒れちゃってるけど。せーの、はい。おい、ちょっとなんでかって。よし、いった。じゃあ今ね0に設定したので、これが9になった方、先に9になった方が勝ち。コースアウトしたら自分で乗りに行って戻します。レースはずっと続行だからね。よし、じゃあいくよパパ。じゃあね、いきますよ。じゃあせーの、スタート。やばい早くしないとね、これ。まずい。もうちょっとでゴールだよだって。はい、ということで今回はカーズダブルループレーシングセットでした。